幼馴染で25年間タバコを吸っていた友達を加熱式タバコに変えるお手伝いをいたしました。体型は僕よりか背が高くてもっと細いですね。はい、もうかなりのイケメンですよ。僕は立石直樹です。職業はドライバーをやっています。まあ、僕は父親がヘビースモーカーだったのでタバコが苦手で、彼のタバコをまあ隠したりとか捨てたりとかしてたんですけど、まあ、会うたんびに本当しつこくしつこく僕は言ってたので、やめた方がいいやめた方がいいってことはまあね、彼優しいので気を使って、まあ、遠くに行って吸ってましたけど、やっぱそこまでしないしてまで吸いたいのかなって僕はもう不思議に思ってたんで、